こんにちは、ポコチンです。最近声が枯れて声が出せなくなったりね、腱鞘炎が悪化したりとか、玉筋が痛くなったり、これも年なんですかね、わからないんですけれども、という感じでちょっと不調が続いてるんですが、頑張っていきましょうということで、最近ね、コメントめっちゃ書かれるんですけど、なんで坊主にしたのみたいな。でも大体ね、あ、なんかやらかしたんだ、何かちょっと追ってないからわからないんですけどとか、何かやらかしたことにされてるわけですよ。浮気でもしたのかとか、そういうのめっちゃ書かれるわけですね。あと、あ、少し見ないうちになんか、やんちゃな赤ちゃんになったな、みたいな感じで、やんちゃな赤ちゃん。みたいな感じでよく書かれるわけですね。で、僕別にそういうわけじゃなくてね、何かやらかす前に、先に確かにね、坊主にして謝罪させていただきました。やる前に謝罪しとけば、その当日ね、なんかやらかした時は、メンタルが病んで動画出したくないけど、事前に撮っとけば、それを再アップすればいいだけだからっていうのを思いついて、あらかじめ、よし謝罪っていうのをやらせていただきたいので、いただいたんですけど、そういうわけじゃなくてね、それもあるよ。それもあるんだけど、単純坊主にした理由はですね、ミニマリストだからっていうのもありますし、僕ね、振り返って今年で31歳になるんですよね。YouTube 始めてたのが24、5から YouTube 始めて、もう結構、ね、長いことやってるじゃないですか。で、いろんなことやったんですけど、一つね、ずっとやるやるって、もう当初から言ってるわ。その YouTube で、まだマジックの動画を出す前ぐらいの時から、シックスパックにするとかね、言ったりとか、減量する。今年は痩せるっていうのを毎年言ってて、もう何年も、うまくいってないわけですよね。というわけで、もう、気合い入れてね、僕、痩せるまで、もうずっと坊主にするっていうね、もうこれ、決意ですから。だから皆さんもね、ぜひ、僕の髪と一緒にね、僕が髪が坊主の間、皆さんは僕と一緒にね、減量頑張りましょうということで、もう僕、筋トレ結構、なんだかんだ何年かやって、間サボっちゃったりとかね、僕、肩かなり、大きく痛めたりとか、手首もしょっちゅう腱鞘炎で痛くなっちゃうんで、めちゃめちゃがっつりね、ずっと続けられないんですけど、でもだからって痩せれないわけじゃないじゃないですか。というわけで、久々のね、体報告です。ちょっと今、記録としてね、残しとこうかなと思います。はっ!どうですかね。ちょっとでもこれでもね、3キロちょいぐらいはね、こう、絞れてきた感じなんです。で、今、だいたいね、65キロ、6キロ、4、その辺って、行ったり来たりしてる状態なんでね。60キロ、体重で言うとね、だいたい60キロ下、60キロ行くまでは、もう僕もう気合で坊主で行きますから、皆さんもぜひね、もう何か、もう、ここで人生変えたいと思ったら、僕と一緒にもう坊主にしましょう。坊主にするとね、やっぱめちゃくちゃいいっすよ。もう一瞬でピュッシュッシュで髪乾くしね。時間がいっぱいできる。もうミニマリストって言ってる人たちでね。だいたい髪長いやつ多いんだよ。もう。それミニマリストじゃねえから。お前らもう坊主にしろ。いらないだろ、髪の毛なんて。本当に必要なものはね、髪の毛じゃありません。はい。というわけでね。やっぱ、こう動画とかやってると見た目も大事だと思うんですけど、僕はね、中身を見てもらうと。そして僕はこう、これから気合を入れてね、生まれ変わろうということで、坊主にさせていただきましたんで、皆さん見ててください。僕は、こう、気合のダイエット。そしてね、何らかしらのなんか大会みたいなのもしあればね、出たいと思いますんでね、頑張ってね、筋トレはちょっと、本当に、頑張りたいんだけど、すぐ手首痛めちゃう。これどうにかなんないんかなっていうふうに思ってるわけですから。皆さん一緒にね、頑張っていきましょうということで、坊主にした理由は、ただ単に、やる気を出すためです。皆さん、最近怠けてませんか?僕と一緒に、頑張りましょう!